現行車両費の、ポンチョ F F36 号車玉川上水ルート、玉川上水駅にて、ふっさ営業所へ移管後過去の車両費の DS、DSM-8 号車東西横断ルート、上北台駅にて、水保営業所所管時代武蔵村山市内、循環バスは、東京都武蔵村山市が運行する、コミュニティバスである。愛称は、MM シャトル。1 9八十年七月一日運行開始。 全国で運行されるようになったコミュニティバスの先駆けとされる。現在は4ルートが運行されている。運行開始時より立川バスに運行を委託している。1980年7月の運行開始時は浄水営業所が担当していたが、水保営業所に移管され、封鎖営業所の開設に伴い再移管された。1980年7月1日。 東京都内初の自治体運営バスとして運行開始、多摩地域発のコミュニティバスでもある。その後、1986年8月20日に日野市ミニバスが開業し、1995年11月26日に武蔵野市のムーバスが開業してブームとなったコミュニティバスの先駆的な存在である。武蔵村山市は東京都の市政都市として唯一市内に 鉄道駅が存在しない。まだ、コミュニティバスという言葉もなかった1980年代に、交通空白地域の解消や、公共施設への連絡など、一般路線バスだけではカバーしきれない市民の足を確保するため、運行開始された。市内には、駅がないため、玉川上水駅、武蔵砂川駅、上北台駅に乗り入れる。1980年7月1日、 武蔵村山市が購入した車両を立川バスに委託して運行開始。当初は立川バス浄水営業所が運行受託していた。運行開始時に導入された初代車両は立川バスカラーのイスズ・ジャーニー・エルが使用された。1990年、初代車両が除籍され、2代目車両の立川バスカラーの日野レインボー RB に代替された。 ルートは西部ハイジマ線玉川上水駅を起点に内回り、外回りの循環経路で運行していた。運賃体系は市内の路線バスと同様に宅間運賃を採用していた。1999年10月1日、玉都市モノレールの開業に合わせて再編が行われ、MM シャトルの愛称が与えられた。同時に車両も日の DSC に新調され、 立川バスカラーから、玉都市モノレールの車両に似た原行カラーへ変更された。この際に、大幅な路線変更が行われ、玉川上水駅の他に、西武廃島線武蔵砂川駅や、玉都市モノレール上北台駅とも結ばれた。2000年10月1日、上水営業所から水戸営業所へ移管。同年9月30日の国立営業所閉鎖に、 ともない、翌10月1日に、全営業所で変更が発生。国立営業所の所轄路線は、上水営業所、灰島営業所としてバスタチカワが分担した。そのため、MM シャトルは、水穂営業所に管されることになった。その後、2002年4月27日に、市営温泉施設、村山温泉家宅里の湯が落成。また、日産自動車、 村山工場跡地再開発により、2006年11月18日にはダイヤモンドシティミューが開業した。それに伴い経路を変更して経由するようになった。2007年9月14日より、バスの位置情報を携帯電話やインターネットで確認できるバスロケーションシステム、武蔵村山市内循環バスナビシステムを導入している。2009年2月1日、 さらなる運行の効率化のため、大幅なルート見直し及びダイヤ改正を行った。また、武蔵村山市役所前、イオンモールの2カ所で、乗り継ぎチケットの発行を開始、現金払いに限り運賃が100円引きとされた。2011年5月1日から2012年3月31日までの予定で、宅間運賃から100円均一運賃とする、ワンコイン運賃の施行を実施した。 ワンコイン運賃の施行期間内の変更点は以下の通り。また、施行期間中に合わせてルートダイヤ再編の検討を行うこととした。ワンコイン運賃施行期間中は市の広報などで積極的に PR し、市内循環バスのさらなる利用を呼びかけた。その結果、利用者は増えたものの、値下げにより運賃収入は減少することとなった。年度に比べ、 輸送人員は12%増加したものの、運賃収入は23%の減収となった。運行経費の赤字分については、年間8500万円を限度に市が、立川バスに補助金を支出しているが、2010年度の実績では、運賃収入約3000万円に対して、運行経費は1億5000万円以上に上り、市の補助限度額を超えた赤字分は、立川バス側が、 持ち出しで負担する形となっている。2011年に立川バスはバスラマインターナショナルの取材に答え、立川バスが運行受託するコミュニティバスは多摩地域のごしべてで赤字だとした上で、自治体によっては財政難から赤字分が全額補填されないため、コミュニティバスのあり方について、損拝も含め考え直す必要があるとして、自治体とも話し合いを進めていると語った。 2012年3月15日には、ワンコイン運賃施行期間の延長を発表。運行内容の変更が正式に決定。施行されるまで、施行運行を継続する予定とし、翌2013年4月1日のルート再返事まで、ワンコイン運賃での運行が継続された。利用促進を広報した前年11月以降は、輸送人員は、前年度比17%増。 運賃収入は前年度比21%減となった。同年8月1日に市内循環バス運行方法の変更案についてを発表。変更案の概要は以下の通りとされた。2013年4月1日、上記の変更案を受けてルート変更、ダイヤ改正を行った。この日をもってワンコイン運賃試行運行は終了し、 大人170円均一運賃へ移行した。同日より、コミュニティタクシー、村宅も運行開始された。追加で決定、実行された施策は、以下の通り。2018年7月1日に、福っ営業所が開設され、みずほ営業所と拝島営業所が統合されたことに、伴い、市内循環バスも福っ営業所へ移管された。なお、 ふさ営業所の開設により、立川バスの一般路線バスでは、ダイヤ改正や、経路変更が発生したが、この遺憾による、市内循環バスの時刻、経路の変更はない。2019年1月1日から、バスロケーションシステムをリニューアル。有限会社 AK システムのシステム、バスロケーションシステムビズ s による、市内循環バスロケーションシステムが、稼働開始した。 なお、同社のバスロケーションシステムは、同じく、立川バスが、運行受託する国分寺市の分バスをはじめ、各地のコミュニティバスで使用されている2019年2月18日から、同年9月30日まで、武蔵砂川駅では、駅前広場の整備工事に伴い、バス停留所を暫定的に同駅の西側へ、約50メートル離れた場所に移設していたが、駅前ロータリーの完成に伴い、 同年10月1日から駅改札前の停留所を使用開始市内循環バスが駅前ロータリー内を経由するようになった。また2019年10月1日の消費税率引上げに伴い運賃制度を改定。同年10月1日よりパスもスイカでのバス利用特典サービスの適用を開始した。2011年5月1日の ワンコイン運賃手工事に廃止したものを再開した形となる。また、同年9月30日をもって、専用回数券の販売を終了した。詳細は、運賃を参照。前日の通り、武蔵村山市内には、鉄道駅がないため、近隣を運行する西部廃島線を及び、多摩都市モノレールの駅に乗り入れる。そのため乗り入れ先の鉄道駅には、 それぞれの駅が所在する市の運行するコミュニティバスも乗り入れている。市内循環バスの運行開始時から、奇襲点となっていた玉川上水駅は、武蔵村山市の南東側、立川市、東山都市との市境付近にあり、駅所在地は西部廃島線が、立川市、多摩都市モノレールが、東山都市となっている。そのため、武蔵村山市内循環バス、 立川市のクルリンバス、東山和市のチョコバスと、3市のコミュニティバスが乗り入れる。2015年2月23日には、チョコバスの新路線が、玉川上水駅へ乗り入れを開始し、バスロータリーでは、MM シャトルとチョコバスが、同じ位置に停車する。西武廃島線武蔵砂川駅は、武蔵村山市の南側の立川市内にあり、MM シャトルとクルリンバスが乗り入れる。 2019年10月1日に駅前ロータリーが完成したが、MM シャトルとクルリンバスの停留場は別の場所に設置されている。多摩都市モノレール開業で新設された上北台駅は東大和市にあり、チョコバスも2003年2月1日の運行開始より乗り入れている。なお、武蔵村山市では多摩都市モノレールの上北台箱根ヶ崎の区間の 遠心運動を続けている。現行の運賃は以下の通り。詳細は、武蔵村山市公式サイト、市内循環バス運賃、割引制度等のご案内を参照。2019年10月1日の消費税率引上げにより、運賃制度が改定されている。同年9月30日までの運賃制度は以下の通り。 2013年4月1日改正の現行ルート。上北大ルート、玉川上水ルートでは、朝夕は、通勤時ルートとして短縮コースで運転される。上北大ルート、玉川上水ルート、武蔵砂川ルート西ルート2013年4月1日改正以前の、ルート。上北大ルート、玉川上水ルートでは、朝夕は、通勤時ルートとして短縮コースで運転される。 上北台ルート、玉川上水ルート、武蔵砂川ルート、西循環ルート2009年2月1日改正以前のルート。1998年11月27日に、玉都市モノレールの上北台駅立川北駅が先行開業したことに伴い、翌1999年10月1日よりルートを大幅に変更。運行開始時の1ルートから3ルートに増え、 玉川上水駅のほか、西武廃島線武蔵砂川駅、玉都市モノレール、上北大駅とも結ばれた。ダイヤモンドシティミューの名称変更により、2008年2月16日にバス停留所名がダイヤモンドシティからイオンモールに変更された。以下の運行データは2008年11月時点のもの。翌2009年の再編に向けて、 市内循環バス検討協議会がまとめた報告書、武蔵村山市内循環バスのあり方についてによる。3ルートともに、6時台21時台の運行。1日の便数は、平日と休日とも同じ。東西横断ルート東ルート西ルート1980年7月1日の運行開始時から、多摩都市モノレールの上北台立川北間の先行改良を受け、 1999年10月1日に改正されるまでのルート。運行開始時は浄水営業所が担当していた。経路は以下の1ルートのみで内回り外回りの双方向循環。浄水営業所が起点の場合は玉川浄水駅を通過、終点は全便が玉川浄水駅。公民館前停留所から 循環経路となるラケット型循環で公民館前まで戻った後は北経路を逆に玉川上水駅まで戻る。玉川上水駅村山団地は現玉川上水ルートとほぼ同経路。第三中学校新名は現上北大ルートの経路を通る。新名中砂橋は現玉川上水ルートの経路を通る。 国立村山病院武蔵村山市役所前は、玉川上水ルートの経路に戻る。武蔵村山高校南から5中南、残堀三富士は、現、武蔵砂川ルート及び、西ルートが経由している。桃の木停留所は、1999年10月1日の改正で、西ルートとなったが、利用者が少ないことと、新梅街道に、新たな停留所を設置できないことから、 2009年2月1日のルート再編で廃止された。2015年10月28日の時点では、DSA4 台、エアロミディ m e 4台、ポンチョ3台、3種11台が運行されていた。2017年3月31日までは、日のポンチョの回転半径が大きく、三つ富士中央通り左折時に対向車線の停止線を超えるため、武蔵砂川ルート、 西ルートの運用に入らなかった。2017年4月1日より、新型車両2大更新により、運行継続に必要な旧型車両が不足するが、ルートは変更せず当該交差点にカーブミラーを設置した上で、ポンチョで運行を継続することとなった。ありがとうございます。